あ、結構でかいのがいる、ね、裏側カウ。わあ、すげえいる。何これ。ここの辺ですね。あ、ノコギリがいっぱいいる。あそこか、わかりました。あ、いっぱいいるね。え、3ペアぐらいくっついてるんだけど。え、カブトムシもいますね。あ、でかい目のノコがいる。これでかくないですか。でかい。あれ落ちたか。俺下見てます。あ、これ、え、死んでる。本当だ。あれ、これだ。ああ、そんなでもねえのか。いや、めっちゃ落ちてきます。あ、また落ちてきた。あらららら、あら、バグソさん。すごいっすよ、これ。カブトムシ1。え、ここはいないっすね。ノコメス、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 ノコオス、ノコオス、ノコオス。おおおおおお、すげえ。うわ、すげえ。あ、なんだろう、コキコガネが出てきた。ノコギリが歩いてました。あ、飛んでった。あ、ここった。すげえ。夏の風物詩ですよ。え、これでかいっす、でかいっす、でかいっす。めちゃくちゃでかく感じたけど。重た。いや、本当に。あ、それでかい。あ、これもでかい。あー、でっけえ。これ80…79 かな。いや、80あるな。あるある。あ、80ある。すごい。82だね。82。あ、本当だ。82でございます。すごい。今まで見つけたのが一番でかいので84だったから。84でかい。まあ、ちっちゃい。ノコもいました。めっちゃちっちゃいカブトムシのメスいました。かわいい。でもいましたね、この2匹。ちょっといい感じなのでそっとしておきましょう。あ、振られちゃう。そっとしておきましょう。 あら、びっくりするほどメスしかいない。上にこれオスいないっすか。お、じゃあ、え、これ結構でかいんじゃない。ほら、ノコ。あ、まあ、うん、まずまずだけど、まあ、まずまず止まり。あ、ノコマジックっすね。でもまあ60後半はないか。あ、ノコ来た。ノコギリ。でかい、でかい、でかいノコ。上にいたやつ、かっこいいですね。セブンさん、このでかいノコギリ2機を測っていただき、68はありますよ、これ。62ですね。太いだけだった。太かった。かっこいいですね。うわ、いた。でかいの見ました。でかい、僕はのメス取れた。でかメス。綺麗ですね。ですね。ラージサイズのコクワが。いや、カブトムシとノコギリいっぱいいますけど、まあ、70のノコギリなんてね、全然いない感じで。でかい。最初のとこ戻ってきたら巨大ノコがいたと。あ、ノコマジックじゃないかな。俺もこの距離からサイズ分かりますね。66。あれ消えたな。頭いいんすよ、やっぱでかいやつは。あ、ここから見えますよ。ただ、じっとしてる。落とすか、落ちたか。でかいです。でかいです。これかも。これっすよ、多分。これか。いて。もう、もういいんじゃないですか、これ。これ68ですね。あ、66だな。これ66にする。いや、俺67。じゃあ俺8。いや、これ、いや、でかいよ。でかい。顎の発達が下手したら70あるんじゃないですか。あったら俺もう焦点しちゃう。めっちゃかっこいいじゃないですか、このノコ。全然だ。64.5 ぐらい。おこれで。俺らね、その巨大なノコって見たことないから期待しちゃうんすよ。そうなの。顎閉じだとどうなの。66。ああ、いやいや、67。67。おお、うん、ですよね。67。ケンちゃん68捕まえてるみたいだから。悔しい。急
局カブトムシの80超えが3匹とノコの、まあ、これ立派ですよノコ、かっこいい、かっこいいね、かっこいいですね、これは、これいいね、ああ。おはようございます、2日目です。いや朝方すごい雨降ってて、で今曇りです。今日はね、アカシクワガタを探しに行きます。あの彼らね、標高がちょい高めからかなり高い場所に生息してるんで、今ね山道を走ってます。あ、柳がありますね。良さそうな場所を見つけました。探してみます。エゾゼミ鳴いてるんですよね。テンション上がりますね。これ柳ですね。柳のゾーンに入りました。柳を揺さぶっていきたいと思います。お、あ、ノコギリだ。うわ、で、あ、いい、かっこいい。セブンニキが蹴ったらニキゲッチ、イエーイ。ノコいるんですね、こんな高いとこに。おお、いっぱい打てる、いっぱい打てる。おお、あ、赤石、赤石、赤石、え、赤石、赤石のシャワーだ。赤石、あ、お、いた、いた、いた、シャワー、シャワーだ。赤石だ、赤石シャワーだ。赤石シャワーだ。赤石や、お、綺麗、宝石ですよ。ここのちょっと赤石もメス1ぐらい欲しいな、はい、あ、ペアだ。お、すげえ元気いっぱいで、赤足3匹ゲッツしました、うん、やった、綺麗。落ちた、あ、落ちた、落ちた、あ、また赤足だ。赤足、赤足ノコノコ。なんかノコギリと赤足が多いですね。またノコ、またノコが落ちてきました。で他にもいっぱい落ちてきたと思うんですよね。いや、あまりにもでかい。あ、細い柳がいっぱい生えてたポイント、まさかのね、10分ぐらいやってこんなに収穫は。ノコが9の赤足が5ですね。赤足今年初めてですね、コンプしました。でももっと落ちたんですけどね。ちょっと見つけられない。今度ブルーシートちゃんと持ってこよう。そうですね、うん、昨日捕まえに行った方はこんな太いやつばっかりで、こっちの方は細いのばっかりってことは、うん、地域差があるんでしょうね、やっぱり。長さ的にはあんまり変わらないんですけど、太さが全然違うっていう。なんか太いとかっこいいよね。特にこの、ね、頭部と胸部の太さがすごいですね、うん、これ厚みもすごいですね。これちょ昨日の個体なんで。ちょっと移動します、探索してみます。標高が1000を超えたんですけど、ブナもねちらほら見え始めて、ただなんかヒメオクワガタとかはいる感じはしないですね。朝かなり雨が降ってたんですけど晴れましたね。これ皆さん、小エゾゼミの鳴き声ですよ。ニンニゼミとエゾゼミを足して2で割ったような声ですね。お、何ですかこのダースモールみたいなカミキリは。ハンノキカミキリだったかなんかだった気が、なんかまた別の種類だったかもしれないけど、ハンノキカミキリだった、あ、かっこいい。実がなってますね、これクルミでしょうか。
さっきの実落っこちてましたね。ビビさん、これなんですか、クルミっすか。なんだろう。ピピさん、これ変身ベルトっすか。ベープちょっと痛いと。ベープマン。やけどしました。鬼ぐるみとか熊大好きなんですよね。相変わらず柳を中心に見ているんですけど、初めて来る場所なのでちょっとどうなのかなと。これ行きますよ、ほら見てて。はいはい。わっわっ。のこめっちゅ。のこおっちゅ。のこおっちゅ。のこめっちゅ。のこペア落ちてきました。落ちてきた。イエーイ。これ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 っつって。もう一匹いたでしょ。ほら。のこおっちゅ。のこ3匹も落っこしてきました。やべえ。人張りてね。すごい。パンパンで。パンパン。もう一回行きますよ。はい。シーンと。よっしゃ。見えなかったな今の。金さんの真横あたりに行きます。2箇所落ちましたよね。あ、いた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 。いた？あ、でこ。お、でこ。いいサイズ。え、ここで、うん、最大ですね。ね、今のとこ最大。やったぜ。かっけー。かっこいい。残り4匹。あ、お。出た。出た。あ、また残すか。赤足落っこってこねえな。あ、これだこれだ。お。だけど違う。またノコ。またノコか。ノコ切り。うん？見えなかった。メスじゃないですか。赤足かなこれ。赤足だ。赤足落ちてきました。赤足落ちてきました。オスですね。だからこの辺もなんか落ちてきやすい、うん、なんかもう一個この辺に落ちてきやすい。グサンキック行きましょう。めっちゃ落ちてきたぞ。どう、ノコのメス。ノコだ。ノコ3匹。ここにも今落ちたんだけど。ドシーン。お、お、いい音した。ノコだな。ノコメチュウ。あ、結構いいサイズですね。はい、あ、今更ですけど、シートあるか。マジか。ちょっと持ってくるよ。今から持ってきますよね。これ、ノコのオスですね。コンコンってやってみます。ちょっとセブさん蹴ってみて、どんな反応するか見てみましょう。失礼します。いいっす。びくともしない。お、あ、赤足落ちてきた。赤足落ちてきた。ノコを鼓動そうかと思ったら。いきますよ。はい。あ、踏ん張ってる。ダメっすね、動かないですね彼。衝撃映像か。最強っすよこのノコ。あって踏ん張ってるタイプもいるんで。俳優になれる。あ、見事にネットイン。これが70アップとかだったら感動的なラストなんですけどね。いやどうすか。60ちょいかな。踏ん張りのこぎりゲットしました。
物産系。落ちてきた。落ちてきた。あ、赤足来た。赤足とデカノコ。本当だ。パンツ。来ましたよ、ほら。赤足？赤足とノコっすね。残すね。あ、いい証。赤足。今回の収穫です。ノコギリクワガタが16匹、オスが16匹ですね。でメスが5匹で、本命の赤足クワガタなんですけど8匹ですね。オスとメス1対1で4匹4匹の8匹。いやね、50ミリ超えとかね見てみたかったんですけど全然ですね。最大で40ミリ程度です。で、あのロストした個体がかなり多かったと思うので、次回はね、あの最初からビニールシートを敷いて、で収穫採集をしたいと思ってます。そんな感じですね。今回の動画はこれで終わりです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。